韓国政府が29日、日本国内の韓国文化財返還問題などを議論するための協力機構創設法案を日本政府に提案した。キム・ジョンドク文化体育観光部長官は29日、日本の横浜ベイホテルで開かれた下村博文文部科学省との韓日文化長官会議でこのように提案したと、会談後、連合ニュースとのインタビューで明らかにした。キム長官は日本側は 津島の寺や神社で韓国人が盗んだ仏像に言及し、我が方では、その問題だけでなく、日本側が韓国から不法搬出していった文化財も議論すべきだと言った。その問題を協議する両国共同の協力機構を設置しようと提案したと伝えた。これに対し、下村文化省は、特別な反応を見せなかったと伝えられた。金長官は引き続き続 海外の韓国文化財中43%に達する6万7000点以上が日本にあるだけに、その目録と取得経緯などをユネスコ協約により明らかにする必要があるということを強調したと説明した。ネットユーザーの反応、日本が盗んだっていう証拠が出せるのかよ。もし仮に出せたとしても、日本はこんなもん飲めるはずがない。飲んだら 世界中のいろんな文化財問題がぐちゃぐちゃになって大英博物館なんか崩壊しちゃう返還もクソも買ったものだろうが送られてきたものだろうが自分から盗んだとしか言わないやつと話す価値ないだろほら付き合ってもいいことが何もない民主党がアホな真似したから調子に乗ったんだよな日本にあるものを返せとか言う前に歌詞があることを証明してみろ まず仏像を返せ。泥棒しておいてよくこんなこと提案できるな韓国呆れるしかない何で返さにはならんの盗まれたというなら誰の持ち物だったのかいつ誰によって盗まれたかを明確にしてからだな。もちろん立証責任は南朝鮮側にある自分が盗んだものは返さず 日本が盗んでもいないものを返せと要求。だから嫌われるんだよ。